解散でもいい給付制の奨学金を創設をしたいと思います。就職するときに大学卒業しないといけないじゃないですか。やのにその大学行くのにお金を借りなあかんっていうのはちょっと辛い部分も、学びたい人が学びやすい環境を作ってほしいなって思います。皆さん学費しんどくないですか？しんどいです。親御さんはしんどいって言ってませんか？学費がバカ高いのに奨学金がない、皆さんが奨学金だと思っているのは奨学金ではありません。海外では奨学金スカラーシップというのは給付制のもの。学生の街この京都にふさわしく、加谷さんでもいい給付制の奨学金を創設をしたいと思います。国公立で72,000円、私学の皆さんで108,000円、4年間で最大43万円お得になりますので、これを皆さんにとってご自身にとって必要なことにぜひ使っていただきたいと思います。あ、僕もう卒業してしもたし、それもらわれへんわ。こういう学生さん、若い社会人の皆さんに対しては、皆さんが返済をされる奨学金の利息分を京都市が肩代わりをいたしましょう。